ユリの香りの秘密パート6。現在では化粧品や柔軟剤などの人工的な香りが生活に深く浸透していますが、これらは画一的な強い香りのために敬遠されることもあります。ユリの香りは水分と一緒に放出されるためにみずみずしい変化のある香りです。できればお気に入りの香りのまま楽しみたいですよね。でもちょっとした扱い方がきっかけで異なる香りがすることもあります。さあ、それはなぜでしょうか。 1. 消臭スプレーを使ったから。 2. 花びらを傷つけたから。 3. 花を短くして飾ったから。さあ、どれでしょうか。お花好きの方には玄関にユリを飾って、下駄箱やペットの匂いを効果的にマスキングされている方も多いですね。消臭スプレーに反応して異なる香りがするということはありません。大きなグラスにユリをざっくり飾るのも素敵ですが、花瓶から切り取ってブライダルブーケに使ったり、小さなグラスに飾ったりすることもよくあります。しかし花を短くしても香りには影響しません。ということは2の花びらを傷つけてしまったからが正解です。花粉で汚れを防ぐために少しほころんだつぼみに薬を取ろうと無理に指を入れて花びらを傷つけてしまったユリを見かけることがあります。ご存知の通り、香りは花びらから出ています。花びらは傷ついてしまったことで、それまでとは異なる香りを発することもあります。花びらを傷めないようにピンセットを使って取るか、花が開いてから薬を取り除く方がいいですね。香りも花同様に生きています。つぼみから咲き終わるまで変化する姿を楽しむように、移ろいゆく香りもぜひ楽しんでみてください。詳しくはゆりこと夏号をご覧ください。